ジョゼアルベルト・コスタ、または、ジョゼ・コスタこと、ジョゼ・アルベルト・バローゾ・マジャド・エ・コスタは、ポルトガル・ポルト出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィルダー。プリメーラリーガで、計16シーズンにわたり、4つのチームで、合計301試合と37ゴールを記録し、指導者としても長期にわたって、キャリアを積んだ。ポルトで生まれたコスタは、 SC ・ビラ・レアルとアカデミカ・コインブラのジュニアユースで育ち、アカデミア・コインブラのトップチームでプリメーラリーがデビュー。同年チームは、西軍団に降格するが、1年での最昇格に貢献した。1977年には、北米サッカーリーグのロチェスター・ランチャーズに、期限付き移籍した。1977から78シーズンに、 アカデミアに戻って、キャリアハイとなる10ゴールを決めた後、FC ポルトに移籍。ビラレアル時代に、陸上競技とハンドボールで鍛えたフィジカルを持つ、古典的ウィンガーは、フェルナンド・ゴメスとアントニオ・オーリベイラと共に、強力な攻撃トリオを結成。2つの全国選手権を含む6つの主要タイトルの獲得に貢献した。1979年には、 ポルトガルの年間最優秀選手に選ばれた。UEFA カップウィーナーズカップ1983から84では決勝にまで進むが、バーゼルで行われた決勝で、ユベントスに敗れてタイトルを逃す。その後出場機会を徐々に減らした32歳のコスタは1985年に、ビトリア・ギマランイスに移籍。チームの4位と UEFA カップ出場権獲得に貢献。 1985年11月24日、ホームでのスポルティング CP との試合で、シーズンの唯一のゴールを決め、c s マリティモへの移籍を経て1987年6月に現役を引退した。コスタは、ポルトガル代表として24試合に、出場、2試合目となるアメリカとの国際親善試合で1ゴールを決めた。コスタは、 どの国際大会でも国を代表していませんでした。彼の最後の出場は1983年10月28日、ポーランドとの対戦で UEFA ユーロ1984予選で1対0で勝利しました。プロのサッカー選手として引退後、コインブラ大学で機械工学の学位を取得し、コーチとしてのキャリアをスタート。彼は代表チームを率いていた。 ジュカのアシスタントコーチを務めた後、ユース代表チームを担当し、次の代表チーム監督であるカルロス・ケイロスをサポート。彼の最初の監督経験は、2部に所属していたフルスのアカデミカで、クラブで1シーズンを経験した。コスタは、スポルティング CP、ニューヨーク、NJ メトロスターズを経て、1996年に J リーグの名古屋グランパスエイトで、 アーセン・ベンゲル監督の下でコーチに就任した。9月にベンゲルが退任したため、ケイロスが就任するまでの3試合を監督代行として指揮を取った。その後、アラブ首長国連邦代表チームでケイロスのサポート役を務め、1990年代後半には監督として FC ・ファマリカン、FC ・ビゼラ、バルジン SC、GD ・シャベスといった。 ポルトガルのクラブチームを指揮。2005年、コスタは u s a Seventeen サッカーアカデミーのテクニカルディレクターとして招聘される。彼はカリフォルニア州サンタクララに拠点を置き、アカデミーの様々な階層を支援し、技術的指導を行った。2008年7月、彼はオセアノ・ダクルスとイングリッシュ・ジュリアン・ワードと一緒に働いて、ポルトガル代表チームのスカウト部門に加わり、 再び、ケイロスと活動を共にする。2011年11月、コスタはシーズンの終わりまでイランプロリーグのサナトナフトアーバーダーン FC の監督に招聘され、2012年5月には契約の延長を勝ち取るが、最終的には2012年の後半に辞任した。ありがとうございます。